最初は文化コミュニティ振興財団から調布よさこい2019のご案内です。調布よさこい実行委員長の平沢さん、そして実行委員の北村さんにお話伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いよいよこの季節が来ましたね。やってきましたね。やってきましたね。夏の終わりを彩る今年の調布よさこい2019の概要を教えていただけますか。はい、今年も誰もが笑顔に手作りよさこいをテーマに8月25日日曜日に開催いたします。時間は11時から午後6時までを予定しておりまして、調布駅前広場や、調布市グリーンホール旧甲州街道の調布駅北口前から、普段駅前交差点までを会場として、市内外のチームが迫力あるよさこい踊りを披露いたします。もちろん今年も踊りだけではなく、飲食の出店や吹奏楽の演奏、スタンプラリーなど大人の方からお子さんまで楽しめる仕掛けがいっぱいです。ぜひご家族でご来場をお待ちしております。楽しみですね。はい、今年の見どころを教えていただけますか。はい、今年は全31チームが参加する予定となっておりまして、迫力あるよさこい踊りの演舞はもちろんのことですが、踊り手と来場者の方が一緒に踊る総踊りを今年も開催する予定となっております。各演舞会場では鳴子を無料配布して実施することとなっておりますので、ぜひ皆さんご参加ください。はい、鳴子をご用意いただきました。これが鳴子なんですね。そうなんです。鳴らしてみてもいいですか。はい、おテンション上がってきますね。夏ですね。もうちょっとちょうど赤も来てるんでちょっと踊りますかね。そうですね。あいいかもしれないですね。ありがとうございます。またどうですかね、出店ブースについてはどうでしょう。はい、出店ブースなんですけども、各ブースは駅前を中心に調布市内の商店街や企業、関連団体の皆さんにご協力をいただきながら、子どもから大人まで誰もが楽しめるイベントが盛りだくさんです。調布の魅力がたくさん詰まったよさこい祭り、ぜひご体験ください。調布よさこい見てると元気になりますよね。この調布よさこい見るだけじゃなくて楽しめる企画もあるんですよね。そうですね、よさこい踊りを見て一緒に踊りたい方のための総踊りの他に、祭りを踊りを楽しみながらお祭り会場を回るスタンプラリーの実施や、グリーンホールでの鳴子の絵付け体験も行っております。踊るだけではなくて体験して参加してよさこいの魅力を感じていただければと思います。ぜひ皆さんにチェックしていただきたいですね。そうですね。では最後に市民の方にメッセージをお願いいたします。はい、毎年恒例の調布よさこいは、市民の近隣の皆様にご協力をいただきながら開催をしております。心より感謝を申し上げます。今年も誰もが笑顔というテーマでやっておりまして、お客さんはもちろん、踊り手の方、出展団体の皆様、もちろんスタッフ、ボランティアスタッフの方々が笑顔になれるようなイベントになるよう、やってまいります。その際誰もが笑顔というところで、今年もまたフォトコンテストを実施いたします。ぜひ皆さんにもその笑顔の写真を撮っていただいて、ぜひご応募いただければと思います。この詳しい情報もホームページに掲載しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。ぜひ皆さんに楽しんでいただけるといいですね。はい、調布よさこい実行委員長の平沢さん、そして実行委員の北村さんにお話を伺いました。